はい、久しぶりの動画ですね。なんかこの前ことぶきつかさ先生っていうガンダムオリジンとかの作画監督してたりとか、まあ、漫画描いてたりするすごい絵が上手い人のツイッター見てたら、これことぶきつかさ先生がフランスから来た方に向けて即席で色紙を描いたらしいんですよ。これすごくないですか？ツイッターであったんですけど、即席ですよ。すごいよ。その場で、だって色付けコピックだと思うんですけど、もうね、これ見た瞬間にね、なんかちょっと、動画上げるのが苦しくなっちゃって、こんなすごい絵描く人がいるのに、俺ごときがって思うとね、まあみんなあると思うんですよね。ってな感じで今日は、その自分の絵に対してね、失望した時の対処法をね、ちょっと、まあ、絵が上手い人たちしちゃって、俺は絵が上手くないから、そういった失望をねいっぱい経験してきたから、まあその対処法ぐらいは話せるかなって思って。でもすごいよね、このコピック、なんつうの、光の当て具合もそうだし、構図もそうだし、表情もそうだしさ、後ろの背景なんてもう小回りというかおしゃれだしさ、どぎもこれが即席で、まあアニメーターさんだからね、やっぱアニメーターさんの線ってやっぱその迷いがないっていうか、もう今見ても立ちくらみしちゃうっていうか、最近少しだけね、俺ね、ちょっと絵が上達したんじゃないかなって思うことがあって、まあ下書きの速さとか線の迷いのなさとかね、でもね、すごいね、ことぶきつかさ先生。俺古くはね、イケイケ僕らのビクトリーガンダムっていう漫画があってね、それが結構すごい好きでね、それが結構すごい好きで、まあね、なんかシンプルな線なんだけど、すごい見やすくて、で、ベタの配分とかもすごい好きで、で、なんつうのかな、そのストーリー的なものからお笑い要素もね、緩急がしっかりしてて、んで、なんつうんだろう、うまいなとか思ってたら、はい、すいません。粗相のある絵をお見せして、まあ自分はこういう絵を描いてるんですけど、ちょっとクラクラするね。はい、早速ね、描いていきましょうって感じで。なんだろう、さっきの絵を見ちゃうとさ、何も説明できないよね。まあでも、下書きに随分迷いはなくなったんじゃないかなとか思いながら、あ、そうだ、まあね、その対処法っていうかさ、まあ自分は、まあ毎日絵をツイッターで上げていて、んで、そんなすぐにやっぱ絵は上手くならないんですけど、やっぱ描き続ける力、なんかね、絵が上手くなったっていうよりかは、自分の絵が上手くなったっていう方が強いのかな。やっぱ最終的に俺多分デッサン力は生涯身につかないような気がしていて、デッサン力はさほどなくて、でも、まあ、古くは俺同人誌とかやってても画力上がんなかったから、で、同人誌って俺めっちゃ模写してたのね。で、模写しててもあんまり上手くならなくて、要は目で見るとか真似るっていうのが極端に下手だから、空間認識能力がかなり、まあ絵描きとしては、まあ基礎スペックが足りてないなとは本当思うんですよ。だから、まあ人物のデッサンもすごい苦手だし、ね、そうなるとどうなるかっていうと、俺の場合はやっぱ手癖で生き残るしかないと思っていて、まあそう、まあ、全然これはその悪い表現じゃなくて、そのワンピースのね、作者さんとか小田さんでしたっけとかも、完璧あれ手癖じゃないですか。手癖で書いてるっていうか、もちろんピンポンとかね、そういう松本太一さんとかも手癖だし、だ漫画ってその人の世界に触れるから、手癖がすごいいい意味にいい効果を表すというか、ある意味アニメーターさんとかは結構漫画とか書いたりするけど、アニメーターさんって手癖がないから、やっぱりその、コマとコマの誇張というか、そういう迫力のあるぶっ飛んだシーンに多分抵抗があると思うんだよね。で、もうパースも狂ってる、それに影もおかしいとか、まあそういう状況下で、まあ手癖でゴリゴリ描いて、
まあ、目の前にハンバーガーがあったとして、そのハンバーガーがすごい美味しそうだっていう時に、正確なパースで正確な大きさで書くんじゃなくて、やっぱり誇張して書く。でそれがその漫画っていうもののある種いいところでもあり、ある種逃げ道でもあるような気がしていて、まあ、最近は自分の手癖を誇張、まあね、いい塩梅でも言い訳でしかないけどね。でもその今この毎日漫画更新っていうのは今360日目ぐらいなんですけど、まあいい手癖になってきたっていうか、個人的にね、ペン先もクレピタチオのペン先も普通のペンから下紙ペンっていう特殊なペンに変えて、で小回りとかもちょっと最近その日本線、その空白のある日本線だったり一本の線でコマを割ったりとか、まあいろんな手癖をつけていって、まあ小手先というかね、それで絵がどん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 構築されていってるっていうか、でも本当にうまい絵を目指すってなると、やっぱこの寿司先生とかがね、オーグレイト先生とかでしたっけ、そういうねうまい人が立ちふさがる、まあ自分漫画はやっぱ手癖の強い漫画が昔から好きだったから、大友克洋先生とかもね、うまいうまいって言われるけど、あの人も相当手癖がある方だと思うんですよね。なんだっけ、まあいいや、まあだからなんて言うんだろう、漫画ってそれが許されるから、さっき初めに言った、うまい人を見て落ち込んだ時の対処法としては、まあ漫画はでも手癖が許されるからなっていうので、例えばドカベンとかさ、多分あれ 3D モデリング化すると結構大変だと思うんだよね。まあ、コナンの蘭姉ちゃんとかもさ、でもそれが許されるっていうかさ、そのドラえもんのさ、スネ夫とかさ、その実際のリアルさとはかけ離れたモデリングでも漫画って許されるから、そういう下手って多分手癖だと思うんだよね。そのちょっと目が大きかったりとか、ちょっとパースが崩れたりとか、ちょっと骨格がとか、でもその手癖が受け入れられた時に、なんかなんていうの、俺性格悪いじゃないですか。でも俺にも多少友達がいて、でも友達って俺の性格の悪さをもう受け入れてくれてるっていうか、漫画ってそういうところがあると思っていて、絵のうまさよりかは絵のその人の、その人、絵のその個性を受け入れちゃうってところがあると思っていて、だからキングダムとかも結構おかしいなって思うことはあると思うけど、でもキングダムっていうね、あの作家さんの絵だから、なんか読んでるうちに受け入れちゃうっていうか、だから自分の絵とかも結構まああんま上手くないなと思うけど、やっぱり何話なんか5話ぐらいまとめて読むと、なんかもうその世界にいるような感じになるから、まあ違和感なくなるんじゃないかなって思って、まあもちろんデッサン力は上げることに越したことはないけど、でも本当にデッサン上げるの辛くなったら手癖の強化でもいいような気はしちゃうけどね。あとカイジとかさ、どん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 手癖というかその個性が強まっていった結果、なんか読みやすいじゃん。まあ、手癖があるから読みやすいってわけじゃないと思うんだけど、でもカイジね、やっぱ面白いからね。まあでも富樫先生もね、その漫画描くんだったら絵の上達なんてね、考えてる暇はないっていうか、まあ多分物語とかそういうストーリー性の方が重要だから、そっちの勉強しろっていう意味だと思うんですけど、まあね、ほんと寿司先生のね、色紙見てね、何個か俺動画作ってたんだよ。でも動画上げれなかった、もう本当になんか辛すぎて、怖い怖いよね。コピックだよ、だってコピックってさ、消せないからね、厚塗りの厚塗りだから、そんだけ絵を描いてるんだと思うけどね、アニメーターさんの人だからさ。でもさ、この人ってね、こういうシティハンターとかこういうリアルタッチの絵を描く前とかは、セイバーマリオネット J っていう、もうなんつーの、20年後とか3、40年前のギラギラなオタク絵を描いてたんだよね。
の頃の絵ってすごいじゃん。もうほっぺとかさ、目とかさ、ああいうのを描いてた人だよ。ああいう人の、ああいうののキャラデザとかしてた人が、やっぱね、こういった絵が描けちゃうって、すごい、あんま見ちゃダメなのかな。なんかね、漫画もね、最近ちょっと俺絵上手くなったかなと思ったけど、急にね、ちょっと、線がね、こう、ツイッターってすごいね、まあ、さ、話変わるけどさ、最近さ、TikTok とかでさ、その、あんまり見た目が可愛くない女の子が、その、TikTok で可愛い女の子だらけなのを見ると落ち込むみたいな、ちょっとあれに近いよね。Twitter もさ、なんであんな絵が上手い人多いのっていうか、もう、俺ね、Twitter のね、見れないんだよ。スクロールできない。もういい、上手い絵が上手い人ばっか出てくるから、病んでしまうから、あとね、Twitter のね、俺ね、いいね数とかコメントとかもね、最近見てないんだよね。なんかコメント少なかったりすると落ち込んだりとか、そのビュア数が少ないとなんか俺の絵間違ってたのかなとか、結構ね打たれ弱いんですよ。いろいろ飲食やったりとかゲームやったりとかしてるけど、作ったりとかしてるけど、結構根っこが打たれ弱くて、でも自分が打たれ強くなれる条件が一つだけあって、それはオーディエンスと自分を完璧隔離すると強いんだよね。まあオーディエンスを一切見ないようにする。そうするとね、まあ打たれ強くなるんだけどね、やっぱ世界と隔離されることによって人って胃の中の蛙っていうかさ、でも胃の中の蛙じゃないとやってられない時ってあるよね。例えば陸上選手とかさ、絶対黒人選手には勝てない競技とかあると思うんだよ、その筋肉量的にね。そういう時にさ、胃の中の蛙にならないと、ちょっとしたスター性を自分にね感じないとやっていけないと思うんだよね。でぶっちゃけ俺そんな絵は上手くなってないと思うけど、絵は上手くなったって言ってないとやってられないんだよ。その多少のポジティブさはね必要かなって思うんですよね。なんか俺のこの髪の毛映ってんのかなこれ。髪？まあいっか。まあそんな感じで今日は、すいません、ちょっと汚いな髪の毛が。まあ今日はねカサカサしてますが、絵がねその上達しないとか他の上手い人を見てしまって落ち込んだ時の、まあ一つの対処法としては、まあ胃の中の蛙になる。なかなかあんまり SNS とか見ないでね、自分を褒めながら書く。ただ書き続けるっていうのがやっぱ絶対だね。もうどんな手段使ってでもいいから、胃の中の蛙でもいいから、まあ書き続けることで、まあ書き続けると俺いつか止まると思うのね。手癖が止まるっていうか、手癖がもうこれ以上進まないなっていう時に技術を得てもいいのかなとか最近俺は思う。技術を 得ようとしてそれで成長する人は絶対才能がある人で、人のを真似してもうまくならないときはやっぱりもう手癖を強化してその後拝借するような感じ。俺はそっちの方がもうデッサン力とか模写力がないから、人の絵を真似ながら描くっていうのは本当に苦手で、まあそんな感じ で手癖でガンガン描いていって、でたまに手癖を描いていくと絵に余裕が生まれるっていうか、あ、なんか もう少し何か痛いなっていう時にちょっと人の絵を見て参考にする。そのぐらいでね。なんで俺ことぶきつかさ先生の絵見ちゃったんだろう。なんだっけな、あ、 G ガンダムだその G ガンダムのなんかなんとかビルドっていうねフィギュアが今度出てね、 G ガンダム好きだからね、デザイン的に。で、G ガンダムの漫画をね、ちょっと、ことぶきつかさ先生書いてて、すごい面白かったから、まあ、読み切りだけどね。で、そういうのでね、見ちゃダメだ。見てよかったのかな。でも、まだ見るときじゃないね。もう少し何か得たいっていうときに見るべきだね。もう、今、世界中が見れちゃうから、その子供たちもかわいそうだよね。例えばサッカーの練習とかしてさ、やっとこういうプレーできたって思ったらさ、同世代のさスペシャリストを見ちゃったらさ、でもそういうネットとかない頃だったら、まあクラスでちょっと上手いっていうのがさ自分のアイデンティティになるわけじゃん。天才が目につきすぎるっていうことに対する精神ケアはね、ちょっと国際的にね、学校とかでやった方がいいと思
あなたがインターネットで見ているすごい人は、本当に一人にギリギリのすごい人であって、あなたも十分すごいよって、誰か俺にも言ってくんないかなと思うぐらい、本当に。じゃないとね、40歳までね、ボスになった漫画をね、描き続けられないってな感じでね、まあ、1時間15分ですよ。もう俺にはそれしかない。1時間15分でこのコマを描いたんですよ。ね、早くなりましたね、このページか。少しずつね、いろいろ学んで、うまくなっても、ことぶきつかさ先生、ちょっともう見れないかな、当分、うますぎる。本当に、色紙が怖いね。色紙ってマジで怖い。その、ミスなしで書いたいだからね。はい、ボツになって漫画毎日更新。これクリックするとね、まあ俺の絵が見れるんで、たまに見に来てください。はい、今日もね、ありがとう。